次スタッフの日報、スタッフが日報を報告し始めて約1週間が経過しました。日報の内容は当事務所のスタッフ全員がこの日報を見てますので詳しい内容は書けませんが、毎日日報の報告を受けることで実は体調が悪かった、計画通り行動ができていなかったなど、今まで見えなかった点が見えるようになってきました。また日報報告のタイミングでプライベートな相談も聞きやすくなりました。一人一人の意見を考え尊重して働きやすい会社を作っていきたいと思います、というようなことで、この時ね、多分何をおったかな、4人かな、4人か5人かくらいいて、で、基本的に僕がその全体の指揮というか管理をしてるんですけど、ただそれって、要は僕がいて、で、責任者がいて、でその人に新人がいてみたいな感じのこういう作りなんで、要は僕は責任者の方に、話をするんですよね。でやってくると、その下の、人らと僕って会話することないんですよ、基本的に。ここが分からんことは上に聞きますし、で上が分からんことは僕に聞いてくるんで、っていうふうなことで、ここのコミュニケーションが全然取られへんなっていうので日報を始めたんですね。そうすると、まあ意外とこう会話になるというか、ちょっとこう、そういう時間ができて良かったねっていうふうなことが書いてるんですよね。まあやっぱりね、なかなか仕事をしてる上でその今の関係性になってくると会話することがね少なくなってくるんでね、今だからその、まあ、1人は YouTube 事業部でやってるんで、調査士事業は2人辞めたんで、もう2人しか今、事務所にいないんですけど、なんかこう懐かしいというか、さすがに2人だと2人とも喋るんで、でこう今日こんなことあった、今日あんなことあった、とかプライベートでこんなことがあった、あんなことがあったみたいな会話も、まあ昔よりかはだいぶ増えたんで、ちょっとこうコミュニケーションが取れるようになってよかったなっていう、だからその僕っていう人間がこういう人間だよっていうのをちょっとずつこう見てもらえてるのかなと思ってます。